はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さんはフアンダリーズとかいうクソ外調デッキ ご存知だと思うんですけども、あれめっちゃうざくないですか？あの外調と呼ばれてるゆえんがね、まあ、よくわかるなと思ってるんですけども、あれめちゃくちゃ強いんですよ、フアンダリーズ。なんかやってることは強い、あの相手ターンでもなんか自分のターンのように展開してきますし、まあ、マジでうざいという話を聞きまして、まあもちろんね、うざいってことはその相手に使われるとうざいってことは自分が使うと楽しいっていうことなんですけど、これが遊戯王の真髄ね。外調って言われてるデッキはね、自分で使ったら楽しいんですよ、はい、なんですけども、まあさすがに外調許せないっていうコメントめっちゃ多くて、目立ってくださいっていうコメント多かったので、まあ今回はですね、あのちょっと頑張って目立っていこうと思ってましてですね、あのフアンダリーズを完全にあの殺すデッキを一応頑張ってると考えてきました。これ何が一番メタれるかなっていう話なんですけども、まあ、先行取る前提になっちゃうんですけど、このね、オーコワンフっていうね、このね、このカードがバチックソ強くて、これね、フィールド上にこいつが表側表示で存在する限り、攻撃力1400以下のモンスターが召喚の補助が成功すると、なんか、そう攻撃力1400以下のモンスターを破壊するっていう効果がありまして、このワンフがいるとね、家系のね、不安打率が全部死ぬんですよ。これをね、頑張って先行で立てるっていう、まあ、そういうデッキと、あとは、アンデッドワールドが結構強くて、これ、全部、アンデッド族になるっていう効果と、あと、アンデッド族モンスターしかアドバンス召喚できないっていう効果があるんで、あの、フアンダリズってアドバンス召喚軸で基本的に戦っていくカードなので、あの、アンデッドワールドを貼っておくともう、上級は出せないんですよね。だから、まあ、相手はエクシスとか、その辺の、エクストラモンスターでこれを除去しなきゃいけないんですけども、まあ、この辺のカードは、バンシーとか、か、テラフォーミングとかで簡単にサーチできますから、割と相手の、展開よりも 上回ってアンデッドワールドを張ることができるので、アンデッドワールドを張って、オーコワンフ出して、完全にメタっていきたいというふうに考えています。で、まあ、言うてね、なんか結構ね無限法要とか入ってるんで相手なんで、まあ、それのカードは、まあ、なるべくね、あの神の宣告とか、あのこういうカードで止めていったりとか、あと、まあ、まあ、その展開されてしまった場合は、まあ、ライトニングボルテックスとかライトニングストームとかで、ぶっ破していこうかなと、サンダーボルトとかね、この辺でぶっ破していこうかなというように思ってます。一応ですね、ワンフーを出せるようにですね、サモンプリーストであるとか、あと半蔵からの、忍法変化の術とかが入ってます。だこの辺のモンスターを頑張って使って、ワンフーを出してワンフーでミートする、これです今日のやりたいことは。早速ね、やっていきましょう。デュエルスタート。まさか令和になってトラが活躍するときが来るとはな。まさか令和のこの時代になってトラが活躍する時代が来ると誰が予想しただろうか。とりあえずオールから埋蔵を発動して、まずは最強のモンスター視界のバンシーを墓地に送らせてもらうぜ。そしてだな、先にバンシー発動すればいいか、金券で金券発動で、ここでトラさんがめくれるか否かという話ね。相手なんもないね。トラさんがめくれれば嬉しいなという話で、まあいっぱいカードをめくって、トラさんめくれたトラさんめくれた、来たトラさん、さすがにトラさん、トラさんを爆弾させて、これもアンデッドワールドありますからね。で、あとは相手がフアンダリーズであることを祈るのに、まあさすがにね、このね、心拍のね、即なんでね、心拍即なんでね、心拍即撮影してるんで、これ多分フアンダリーズの確率高いと思うんですよ、これ、今現状、環境。これさすがにこうしといたら、これフアンダリーズだったら黙る。で、セットして、エンド。まあこれ一応ね、なんかライトニングボルテックスみたいなこと言われても、まあアンデッドワールド、ボルテックスじゃねえや。あのライトニングストームと言われてもアンネットワールドは張り直せるし、あ、合剣、あ、これ不安だりじゃない、はい来たはい来た、なるほどね、ライザーとスノールね、はい、で墓穴ね、いいよ墓穴は、いいよ墓穴全然いいよ。さあこの最強モンスター、オーコワンフーさん、オーコワンフーとかいう最強の虎をね、突破することはできるでしょうか。まあ相手は必死に無限包容を引きにいってことでしょう。はい、まあ、ちなみにアンデッドワールドもあるんで、アンデッドワールドがあると相手はあれができないんですよ。アドバンス召喚が、アンデッドモンスターしかアドバンス召喚できないんで、まあ、超獣族なんで、あいつらはね。だから、まあ、超獣族はアンデッ
ットモンスターではないから、アドバンス召喚することができず下級モンスターがひたすら出てくるだけという話がありまして、はい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 、なるほど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 、ガンクセは怖いですねガンクセちょっと怖いですね。まあでも多分無限ゴーヤってやってると思うから神戦闘なんじゃないかな、多分多分ね。でサモンプリースト召喚して、でサモンプリーストの効果発動をする、サモンプリーストの効果発動する、で守備表示になる、あこれあれか、ワーフで死ぬ、これ俺のサモンプリーストももしかして、あこれもしかして俺自分で自分殺します、これやばい、ああやばいやばい、ワーフー君、ワーフー君ちょっとやりすぎだよ、ワーフー君ちょっとやりすぎだよ、ワーフー君ちょっとこいつ自分も殺すんか、そうだったわ、そういえばワンフーとか使うのあまりにも久しぶりすぎて全然テキスト読めてなかった、やばい、なんか不安だ、あれいつ目立ろうと思ってきた結果自分を目立っている、これ今現状まずい。まあでも言うて不安だリーズ下級モンスターが全部あのワンフで死んでいくからさ、出す意味ないんだよね今。まあ相手もそれ分かってるから多分カイドウで引き切ってると思うんですけども、まああるかとか知らんけど、まあ無限法要とか、あとワンフショルトしたらなんだ、ライトニングストームとか入ったらライトニングストームとか剛剣ね、はい、ひたすらにこれねめくられるからね、デッキを結構ディメンションアトラクターね、はい、イーグルンと地図、あ街か街ね、オッケー、はい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 、でイグルンが手札に公開されて、持ってこられると、で謎の地図といいでしょう。言うてね、あのねワンフー君がねマジで強くて、あの不安だり、そのワンフーの方が無効にできなければ出てくるモンスター全部死ぬんですよ、あの全てのモンスターが全部死ぬんですよね。もうなんか出てきた瞬間になんか落とし穴掘ってきました、どうみたいな感じでてってれって、おーこワンフーでイグルンが死んで、イグルンでサーチしたモンスター出してくるかもしれないけど、それを知るんですよね。ちょっと皆さんお見せしましょう、この最強のコンボを。でエンペンサーチされる、ワンフーでぶっ破されるこうなるんですよワンフー最強、ワンフー最強で、合金発動して、合金の効果、合金の効果によりカードを6枚ほど除外させてもらうぞ、ドルルって、でめっちゃ除外して、オッケー、ライトニングボルテックスいらねえ、これもうビートダウンするしかないですね。ちょアタッカー不足感もある、ちょっと若干ね、もうデッキ、まあ、一応ワンフー2体目出せれば、まあ一応2体目のワンフーみたいなか、まあ半蔵かみたいなとかあるけどね。さあ相手困ってるぞ、これは相手困ってるぞ、完全困ってるぞ、ワンフーの回答札がいけないと相手はモンスターを出すことすらできないぞ。さあ引いたか、そろそろ、ちょ無限法要がね若干辛いんですよね。さあ謎の地図の効果、謎の地図の効果でカードを1枚イグルン、なるほど、イグルンを見せつけて除外していく、そしてイグルンが出てきてロビーナが開始されるが、もちろんオーコワンフーとかいう最強の虎の効果によって相手のモンスターが破壊されていくトラ強すぎこのトラクソ強いじゃん。あーまあ悪くないですね、悪くはない、悪くはないが、テラフォーミング、なるほどな、よし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 来た、外調だ、高校まくれるかどうかちょっと微妙だな。あの先行はさすがに強いけど、まあ無限法要あるかでもなんとかなるか、無限法要と、まあ、ツオニシュあるんで意外となんか強そうな気がしますけどね、これね。でロビーナ効果、まあ、ライトニングボルテックスもあるから一応、ライボルで相手ぶっ破してから動くとかもできるし、ナスのシスあるからな、ちょっとなんか、半蔵召喚からの動きがちょっと通るかどうか微妙ですね、高校取っちゃうと。まあ、ワンフーがね、そのリクルートがちょっと難しい、サーチとリクルート難しいから、まあ、半蔵にしてんだけど、半蔵が高校からさすがにね、ちょっと弱いんだよね。まあ、一回ちょっと無限法要打って、さすがに、イグルンの効果止めましょう。で、イグルンの効果止めて、サーチライン用意して、で、召喚機1個余ってるから、まあ、もしかしたらまたなんかモンスター出てくるかもしれないということですね。あー、結界像来た。OK。なるほど。結界像が来た。なるほど、ここで召喚してくるか否かだな。あ、一滴も来たか。なるほど、まあ、とりあえず一回合金打って、
で、6枚紹介ですね。で、2枚ドローをしたいんだけど、なんかありますかと。相手なんだから、増字、ああ、弱いな。あんま強くね。まあ、とりあえず、ライトニングボルテックスは。ライトニングボルテックス打って、一滴捨てて、めっちゃぶっぱする。めっちゃぶっぱする。で、半蔵を召喚する。で、ここで地図が反応するか否か。あ、してんな。なんかいんな。なんだ。やべえな。まあ、でも一滴ある。まだ。まだ俺たちには一敵が残されているから、このターンの展開を止めることもできる。ロビーナ。なるほど。で、忍法を持ってくる。で、いや、これさすがに止めないといけないな。ロビーナ召喚効果。で、ここの連鎖召喚が通っちゃうと、ちょっとやばいので、一滴撃つしかないですね、これ。さすがに。で、ロビーナでしょ？で、これ一滴撃つでしょ？一滴撃って、まあ、コストはもうなんかこれ使わねえだろ、これ、さすがに。多分使わない。で、ここで、こいつを無効にすると、これ召喚止まるから、一応こっちの展開通せるでしょ？はい。オッケー。オッケー。ロビーナオッケー。でだ。はい。で、イーグルも回収するオッケー。いや、これギリギリだな。なかなかギリギリの対決。いや、高校マクリちょっと大変ですね。で、これで一旦半蔵であいつぶん殴るでしょ。で、これでメインツ入る。で、変化セットして、で、まあエンドして、で、ここで、ドロフェ変化でワンフーだね。で、変化打つ。対象忍者マスター半蔵からのオッケー、売らない。で、ここでワンフー出す。オッケー。きっと、最強のトラ。トラちゃんの効果でお前のモンスターは全て破壊されるはずだ。さあ、モンスターを召喚するんだな、聖天。ああ、いいだろ。謎の地図の効果。か、ロビーナを除外して、ロビーナ見して、何らかのカードを除外して、ロビーナを召喚するってか、なるほど。ロビーナの効果が発動する前に、俺様のワンフーの効果が発動するぜ。相手のモンスターの攻撃力を下げて破壊していく。攻撃力を下げるというか破壊していく。攻撃力1500以下のモンスターは全て破壊される。さあ、いっぱい回収できるってか。なるほどな。いっぱい回収したところで出てくるモンスター全部破壊されるけどな。お前のフィールドのモンスターは全て破壊されるけどな。いいぞ、いくらでも回収しろよ。何枚でも回収していいぜ。そしてワンフーの効果でロビーナが破壊されて、そしてイグルンが出てきたからイグルンも破壊されるぜ。これあれだな、でも未知の風とかあったらワンチャンリリースされるんだこれ。ワンフー危なかったな。なんか未知の風とかあったら普通になんか1体残るから、チェーン順的にワンフーって強制効果だからさ、チェーン1になるんですよね必ず。さあ、全部モンスター死んでいったぞ。強すぎる。このトラ強すぎる。最強なんだけど、このトラ。いやー、ハンド微妙。さあ、まずは外調かどうか問題が発生してるんでね、まずは外調であることを祈っていきたいんですが、あ、金券、まあ、外調の可能性あるな。外調の可能性はある。はい、早いな。ベーラー、あ、外調だ。外調、外調、いやでも外調駆除にはこれちょっと反動が弱いな。これ高校からじゃ、先行だとすげえ強かったけど、これ高校からだとちょっとまくれねえな、これ。どうしよう。なんか高校まくれるハンドじゃねえな。イグルン、なるほど。イグルン、なるほど。イグルン、なるほど。で、合剣も発動していく。で、特艦と地図と、合金ね。いやー、言うてこれ、高校からはきついな。これ、先行だったら完璧なハンドだったんだけどな。あんま張って、なんか、何、紙線2枚セットして、オークワンフ召喚っていうのが、あまりにも強いハンドだったのにさ、ちょ、これさ、先にしても先行となるときついな。いや、これなかなかの展開力。え、やばいの来た。邪神アバター来た。やばい。ちょっと待って、え、こいつ確かさ、魔法トラップつけないみたいな効果あったよね。自分のミドルのモンスター3体リリースした場合の特殊ができる。この、このカードが召喚成功した場合に、相手ターンで数えて2ターンの間、相手は魔法トラップカード発動できない。このターンの攻守が一番高いモンスターのプラス100。
え、せっかくライボル来たのに、ワンチャンあったよこれ結構。え、これライボルせっかく来たのに、今普通のフアンダリーズだったら返せてたのに、これ多分何このジャッシンアバターとかいうモンスター、やばいんだけど。これエクストラで返せるやついるか、いなくねえか、これ。これなんか待ってくれ、ちょっと待って、一応サモプリからアバター、どうやって返すこれ。あ、でも一応返してるのがいいんだ、召喚して召喚して、でサモンプリンスとカステルでバンクしてあげたらいいのか、一応。で、召喚書、召喚書サモンプリンスと効果発動するでしょ。で、一応ライトニングボルテックス切って、まあ、これは正直何でもいいんだが、まあ、一応バンシーでだな。2体のモンスターでオーバーレイをして、アバターショってから、アバターショってどうしたらいいんだ、スノール。え？あ、そんな効果ありましたっけ？あ、そんな効果ありましたっけ？あー、なるほど。なるほど。あれ？おかしいな。外調メタろうと思ってたんだけど、外調メタろうと思ってなんか、なんだ今のスノール系。カードのテキスト全然見えなかったぞ。なんか、外調メタろうとしてるんだけど、メタリ切れてないのマジ。ずるだよこんなの。外調使ってるやつ全員高校になれマジで。無理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 。邪神アバターまで飛んできたら無理だって。